俳優の東出昌大さんが狩猟仲間の女性3人と共同生活が報じられましたが、個人的には東出さん人間周り自給自足も一生懸命真面目にしてる人とても大好きなんですが、ネットでは子供がかわいそうとか令和のうずい天元とかこれが異次元の少子化対策と言われたりしますが、ひろゆきさん番組で一緒に旅をしたこともあると東出さんに対してどう思われますか。まず報じられ方で一応なんかライブドアニュースのやつを見たんですけど、共同生活の定義の問題で、僕が知る限り東出さんの家には東出さんしか住んでません。東出さんの家に住んでるわけじゃなくて、その同じ村に住んでる役者仲間が3人いるという話で、狩人を目指してますとかで、まあ、東出さんが狩りの仕方を教えたりとか、さばくときはやっぱり人が多い方がさばきやすいので、そこを手伝ったりっていう女性が3人いるというだけで、別にそのハーレムではないというのが僕の認識です。はい。とはいえ、知らない間に何かやってるのかもしれないですけど、で、とはいえ、それで何の問題があるのという話なんですよ。で、まあ、今の日本社会の一般常識はまず忘れてください。東出さんが今どういう生活をしているかっていうと、飯は自分で取って食って殺すっていう生活をしてるんですよ。一般常識で言えば肉というのは、まあ、仕事をして稼いで、そのお金でスーパーで買って食べるものなんですよ。でも東出さんっていうのは動物を殺して食う。で、野菜は近所の人からもらうっていう動物としての生活をベースに発し始めてる人なんですよね。で、動物って近くにメスがいたらやるよねっていう当たり前じゃないですか。犬がオスとメス一緒に発情期にいたらオスは必ずやろうとしますよ。で、東出さんは性欲強いです。謹慎中でもなんかホテルになんか呼ぶ人じゃないですか。なので、そういう動物なんだから、それはやりたがるでしょ。別になんか、ホテルになんかこう、女の子を呼んできた芸人みたいなのじゃなくて、女の子は寄ってきてるわけだから、なので別に被害者もいないじゃないですか。そうそうね。なんか、エビオス城のなんかすごい、でかい1リットル瓶みたいなのが置いてあったんですけど、まあ、そういう人なので、僕被害者がいない限り、好きにすればいいよねって思うんですよね。まあ、それがなんかおかしいよねって一般常識で言いたがる人はいるとは思うんですけど、困ってる人もいないし、被害者もいないし、やりたいんだったら好きにやればっていうことなので、なんか他者がそれをどうこう言う問題ではないと思うんですよね。結局、人間は動物なので、動物っていうのはそういうもんだよねって話なので。動物で居続けるというのも別に日本の法律上問題ないんですよ。都会の社会常識で言ったらおかしいかもしれないですけど、でも日本の法律上その都会の社会常識とは違って動物として生きるというのは許すってなってるので、なので結婚してる場合にその中いたしたりするとそれは不倫だよねとかで民事で損害賠償とか思うんですけど、彼は離婚もしていて法律上はシングルなので、なのでやりたいことやってて。で、その相手の女の人も別にシングルであれば、特に誰かに対してお伺いを立てる必要もないし、謝る必要もないので、好きにやりたい放題やればっていうことだと思うんですけど、ただ僕が見てる限り、別に手出してない気がするんですよね。これ完全に想像なんですけど、仮に手を出してるとしたら、その3人の女性はめちゃくちゃ揉めるはずなんですよ。東出さんが好きですっていう3人の女性がいて、で、手出したとしたら、めちゃくちゃ揉めるわけじゃないですか、そこで、誰がどうたるみたいな、なんかこう、振られただの、惚れたの、腫れただの。なので、多分、中の良さを見ると、僕、手を出してないのではないかという気がするんですよ。僕の想像ですよ。別に3人ともに手を出して、なんか月曜日の妻、火曜日の妻、水曜日の妻みたいに、中東の一夫多妻制の国の人みたいにやってる可能性もあるんですけど、なんか僕が見る限り手を出してたら、距離感ではないなって思うんですよね。やっぱり手出してる男性と女性の距離感ってあるじゃないですか。僕、まあ今結婚してるんですけど、うちの彼女の元彼氏を当てたことがあるんですよ。この人元彼氏でしょっていうの。やっぱね、距離感でわかるんですよ。隠そうとして動いてたんですよ。周りの人でそれも知らない人もいたんですけど、でも、話し方とか距離感とかで、この人は多分元彼氏だよねっていうのって、なんとなくわかるんですよ。で、もちろんわかんない人もいますけど、で、行くと、東出さんと、一緒にいた、去年の9月ぐらいかな、東出さん家に行ってバーベキューとかやってて、で、その配信も流してるんですけど、やっぱりなんか、この関係性だと手出してたらもうちょっと近いよねとか、このタイミングで敬語を使うんだ、ふーんとか、酒飲んでる時はタメ口だけど、でもなんか突っ込む時の叩き方の距離感違うよねとかっていうのもなんかあるので、まあ間違ってるかもしれないですよ。思い込みかもしれないですけど。はい。
福山雅治ライブで見たが、180センチ小顔イケメン、歌うまい、話うまい、逆転俳優する、声優する、一体何者？いや、そうなんですよね。あの、アミューズの事務所の人に、その、福山雅治が事務所に受けに来た時の話っていうのを聞いたんですけど、いろんな人が芸能事務所入りたいですって来るじゃないですか。で、福山雅治さんが、その、渋谷のアミューズがある、あの、インフォースタワーっていうところに来て、で、面接の時に、あの、僕モテるんですって話をして、ほうほう、みたいな。じゃあ、今から女の子を10人連れてきますって突然言い始めたらしいんですよ。で、渋谷の街中行って、俺これから芸能事務所行く、受けに行くんだけど、ちょっと来てくんないって言って、女の子10人連れて戻ってきたらしいんですよね。で、こいつはすげえやみたいなのになって、あの、そのまま採用されたみたいな話を確か聞いたと思うんですけど、だからマジで優秀なんですよ。だからその、福山雅治さんのすごいのは、嫌味な感じがしないんですよね。ラジオで割とその、いろいろエロい話とかもするんですけど、だから福山雅治さんが、一つ屋根の下でっていう撮影をしてる最中に、酒井のり子さんがめちゃめちゃ綺麗で可愛いので、その演技をしてる酒井のり子さんを見ながら、ズボンのポケットに手突っ込んでおちんちん触ってたみたいな話をラジオで言う人なんですよ。そのラジオで舞ちゃんは、なんか、酔っ払ってる女の子が道端に転がってて、あ、女の子が落ちてると思って、それを担いで家に持って帰ったみたいな話をしてるんですよ。今の時代、いやいや、それなんかどうなの、法的にどうなのとか、いろいろあると思うんですけど、ただもう福山雅治だからしょうがないよねっていうので、みんななんか笑ってごまかして許してしまうっていう。だからやっぱ福山雅治すげーっていう。そうそうね。イケメンだから OK なんですよね。これがね、あの、ブサイクが道に女の子が落ちてたから家に持って帰りましたってなったら、もう普通に通報案件で逮捕されて終わりなんですよ。でも朝起きたら福山雅治の家で福山雅治がコーヒー入れてくれておはようとか言われたら、え、何何ってなって警察行こうとか通報しようとかならないじゃないですか。で、これがイケメンの強さなんですよ。イケメンが許される行為とブサイクがやっていい行為ってのは全然違うので、なんかあの平等とか言ってブサイクがそういうことするととんでもないことになるので、ただあのイケメンだけに許されることが世の中にはあって、やっぱイケメンとブサイクではそのできる範囲選択肢が違うし権利も違うっていうのはきちんと理解していただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、交番でもいいよっていうね。だからそのイケメンはね、やっぱね、通報されないからいろいろ許されるんですよね。だからあのパワハラセクハラとかも基本的にブサイクが言われるだけで、美人とかなんかイケメンの上司がやったらパワハラにならないんですよね。アベマのひろゆきを言ってきた全部見ました。東出さんとはプライベートでも友人になりますか？そういう話聞きたいです。割となんか普通に僕は仲良く話せてる気はするのですが、東出さん夜寝るの早いんですよね。東出さん家に飲みに行ったんですけど、9時から10時まで配信を見て、で、そっから生配信をしたので、1時間半ぐらい配信して、だからプライベートでそっから飲みっていう風になったんですけど、1時半ぐらいにもう東出さん寝てるんですよね。要はその配信的なカメラが回ってるところは、まあカメラが回ってるところだよねと。で、カメラが回ってない状況で、普通にあの、じゃあ飲み会だと思って、僕のイメージ飲み会やっぱ2時間3時間だと思うんですけど、もう1時間ぐらいで眠くなっちゃってるんですよ。基本的にはその日の出で起きて、作業して、あの、狩りは、夜はあの、日本の法律上できないので、なんで明るいうちにこう、大体作業が終わって、日によってはもう7時、8時に寝ちゃうっていう人なんですよ。基本肉体労働なので。僕夜型なんで、その、3時、4時とかで、ね、日によってはその、なんか日光が見えて朝方に寝るみたいな生活をしてるので、お東出さん寝るの早いなと思いました。はい。